今回の動画は大学の友人が鹿児島に遊びに来たので、水泳の練習をしたり、美味しいご飯屋さん、居酒屋さんに行ったレビュー動画になります。今回もおすすめのお店をたくさん紹介するので、ぜひご視聴ください。ではどうぞ。鹿児島3日目。練習2回目。本格的な合宿が始まります。今日は2時間練習です。頑張ります。午前練終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。死ぬかと思った。とりあえず午前は58本3セット1分サークルレースト2分で、まあ EM2 の練習をしっかりやらせていただきました。いや早かったですね。僕はバックでアベレージ32ぐらいで、でも久しぶりに出したけど結構良かったですね。頑張りました。そうですね、やっぱベース大事なんですね。ベースやっぱ大事、うん、ずっと400の練習やってたから、その成果じゃないですか。そうかもしれないですね。さすがです。夢語りいきましょうか。行きましょう。行きましょう。3日目のお昼ご飯は二郎系ラーメンで有名な夢を語りに行きました。去年オープンしたばかりのお店です。九州では別府に系列店があります。鹿児島では二郎系ラーメンがかなり少ないので本当にありがたい。二郎系ラーメンとは、油の効いた豚骨スープを醤油だれで味付けして、小麦風味の強いわしわし麺をたっぷり入れ、厚切りチャーシューと山盛りのキャベツやもやしをふんだんに盛ったラーメンになります。写真はこんな感じ。夢を語れのインスタです。名前が夢を語れとあるように、このお店では夢を語ることもできます。店内に入るとお客さん自身が壁に自分の夢を書くことができます。店主の夢は海外でラーメン屋さんをオープンすることだそうです。私の今の夢は登録者1000人以上になってライブ配信をしてみたいなと思ってるので、チャンネル登録もよろしくお願いします。よく見ると背景に夢が書いてあります。今回頼んだのはニンニクありの野菜増しです。めちゃくちゃ美味しかった。集めれすぎてさ、はい、あんま綺麗じゃないんだよね。なんか火事起きてるみたいになってる。練習後に向かったのは大衆酒場あきちゃんです。ここの良いところは30分550円の飲み放題があるところです。正直90分の飲み放題って長いなーって感じるところあるので、このちょうど良さに惹かれてよく行っています。はい、飲みましょう。乾杯。家に帰って友人にチャーハンを作ってもらいました。おいしいぞー。そう、最終日の午前練習はこれから行ってきます。練習に頭回ってないじゃん。昨日も結局いっぱい飲んでしまいました。いや、飲み出すとダメですね。もう飲み出すとダメ。抑えよう抑えようっつって、そうなんです。それやって飲み始めたらもう終わりです。これ今日は健康に終わりましょう。もう健康に終わりたい。もう内臓がもう疲れてる。なんか体より内臓疲れてる。あ、それダメね。内臓疲れてますけど、午前ね、まあ午前というかタイミングさんというかそういう目になってますので頑張っていきましょう。とりあえず54本4セット2分サークルレスト3分です。はい、頑張っていきます。はい、最終日の朝練です。練習後に向かったのは港食堂2号店です。ここのお店はリーズナブルで美味しいカンパチの漬け丼が食べることができます。もともと鹿屋市にしかなかったお店ですが、去年鹿児島市内にも2号店がオープンしました。見てください、このキラキラとしたカンパチを。これ1100円なんです。普通盛りだと900円です。漬け丼はこれでもかという量のカンパチが乗ってますし、大きいブリの釜もついています。これは行かなきゃ損ですね。午後の練習はレースペース1本飛んで練習終了。打ち上げには薩摩キングに向かいました。鹿児島っぽいものをたくさん食べられますし、料理が全て美味しい。なんといってもどれも一工夫されているのがわかるんですよね。一応食べログの写真がこんな感じになってます。一番のおすすめは炭火焼きですね。
一人で行ってもハーフサイズで頼むことができるので、ちょうどいい量を食べることができます。おすすめです。そんなこんなで飲んでばっかりの4日間5日間でしたけれども、とっても充実した練習会旅行を過ごすことができました。ではバイバーイ。